ニューカッスルは、イギリス海軍の軽巡洋艦。タウン級。艦名は、イングランド北東部の都市ニューカッスルアポンタイムにちなむ。その名を持つ艦としては7隻目。ニューカッスルは、ビッカース・アームストロング社で1934年10月4日に寄港した。1936年1月23日に、ノーサンバーランド公爵夫人によって命名。 浸水し、1937年3月5日に、収益した。収益後は、第2巡洋艦船隊に加わり、第2次世界大戦勃発時は修理の途中にあった。作業が完了すると1939年9月半ばに、第18巡洋艦船隊に加わり、本国艦隊と、共に活動した。当初の任務は、西方での貿易保護であり、続いて、 北方紹介任務に加わった。第二次世界大戦初期の1940年10月17日にニューカッスルはイギリス海峡でドイツ駆逐艦と交戦した。この海戦は戦断攻撃に出撃していたドイツ駆逐艦、ハンス・ロディ、カール・ガルスター、フリードリッヒ・イン、エイリヒ・シュタイングリンクが発見され、ニューカッスルと軽巡洋艦エメラルド。 第五駆逐軍の駆逐艦ジャッカル、ジュピター、カシミール、ケルビン、キプリングが出撃したことで発生した。海戦はイギリス側がドイツ側を追撃する形となったが、結局ドイツ側が闘争に成功した。この海戦ではイギリス側に損害はなく、ドイツ側の損害も警備であった。さらにこの期間。 会場で126日間連続して活動するという記録を作っている。1940年11月23日、フェロー諸島とアイスランドとの間で紹介任務についていた補助巡洋艦ラワル・ピンディがドイツの巡洋戦艦シャルンホルスト・グナイゼナウと遭遇し、撃沈された。ラワル・ピンディと 同じく紹介任務中であったニューカッスルと、軽巡洋艦デリーはその現場に向かった。ニューカッスルは、ドイツ艦を発見したが、シャルンホルストとグナイゼナウは、ニューカッスルを発見すると闘争に移った。それを追跡した、ニューカッスルであったが、悪天候やレーダー未搭載であったことから、見失ってしまった。 ニューカッスルは1940年11月27日のスパルティベントサキ沖海戦に参加し、その功績で第二次世界大戦における唯一の勲章を受賞した。12月1日にニューカッスルはジブラルタルを離れてフリータウンへと向かい、12月10日から紹介任務を開始した。1941年4月には、 WS7 戦団の護衛を行い、それからサイモンズタウンでドック入りして、修理を実施。5月18日、ナミビア沖で、ビシーフランス船セインとランボート BIE を停戦させ、同船を護衛して、ケープタウンへ向かい、翌日武装商船プレトリアキャッスルに引き渡した。1941年7月25日9時45分、ニューカッスルは、 ラプラタ川川口の南東約600マイルで来たドイツロイドの貨物船エアランゲンを発見。エアランゲン乗員は自鎮を試み、結局同日深夜に沈没した。8月26日、フリータウン到着。3日後にカリブ海ミ行き船団を護衛して、道地を離れ、さらにバミューダまで船団を護衛した後、 サウスボストンで修理に入った。それから、デボンポートに移って、レーダーの搭載を行い、1942年1月27日に、第4巡洋艦船体に配属された。2月15日からダーバンまで、平員輸送船団を護衛し、以後しばらく、アフリカ東岸で、船団護衛に従事。6月には、地中海に移り、 7日にアレキサンドリアに到着。1942年6月にはビガラス作戦に参加し戦護衛を行った。アレキサンドリア出港4日後に入荷するは一隻の S ボートによる雷撃を受け、艦首を貫通する罠が開いた。乗組員は直ちに対処し、4ノットの低速でアレキサンドリアに帰還したが修理を行うことができず、 自らで修理を行う場所を提供された。これは、損傷箇所の後に、コンクリートで強化した木製核壁を取り付けなければならないことを意味した。核壁は、インド、セーロン島、南アフリカ及び、ブラジルで絶えず交換され、10月後半に、ニューヨークのブルックリン海軍交渉に到着、新たな監首が続く10週間で構築された。 朝鮮戦争におけるニューカッスルニューヨークを出港したニューカッスルはプリマスに向かいその後正論で東洋艦隊に合流第4巡洋艦船隊の機関となる東洋艦隊では日本軍の保持する島々に対する多くの砲撃任務に参加しイギリス第14軍がビルまで活動するのを支援した第二次世界大戦後ニューカッスルは1952年に オーバーホールが行われ、その後朝鮮戦争に参加した。朝鮮戦争では、機関任務に従事し、国連軍の支援として、艦砲射撃を行った。1950年代後半には、マラヤ危機に対処した。ニューカッスルは1959年に退役し、スクラップとして売却された。ありがとうございます。